はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回はプロ野球都道府県別最強オーダーの岡山県出身編をお伝えしたいなと思います。岡山県はどんな選手がいるのでしょうか。まあ、そこのところをね、皆さん予想しながら見ていただけると思っております。まあ、一応いつものスタイルで選んでいきますので、楽しみにしていてください。それでは始めていきましょう。レディーゴー。1番センターで佐々木誠選手ですね。走攻守3拍子揃った何でもできる天才で、通算242盗塁をマークする一方、ホームランもね、通算170本を記録しています。リードオフマンとして南海、ダイエー、西武と3球団で活躍をしました。2番ショートで河合雅弘選手ですね。通算犠打成功率9割を誇るバントの神様です。主に2番バッターとして通算533本もの送りバントを決め、これは世界記録となっております。また内外野を守れるですね、ユーティリティプレイヤーとしても知られています。3番指名打者、高橋慎二選手。強度が持ち味の選手で、もともとキャッチャーなんですけども、打力を生かすべくね、1軍ファーストでの出場が後半増えていました。2009年は大活躍を見て、日本シリーズでも大暴れし、敢闘賞を受賞しました。はい、4番はですね、ファーストで大杉克夫選手です。日本歴代9位となる通算486本塁打、1507打点を誇ります。歴史的強打者でしょう。シーズン犠牲フライ15本という日本記録を持っています。ファーストでの、パリーグ史上初のダイヤモンドグラブ賞、今でいうゴールデングラブ賞を受賞します。はい、5番ライトでサブロー選手。つなぎの4番バッターとして大活躍したミスターロッテの一人です。巧みなバッティングでチャンスの場面で打ちまぐり、最も活躍した2008年から2010年は高得点圏打率をマークしました。それだけチャンスにめちゃくちゃ強い、貴重な4番バッターです。6番サードで八木博選手。大蛇の神様、八木選手。しかし、現役全盛期はその強打で4年連続2桁ホームランを含む3年連続で20本塁打を記録していました。このパワーが持ち味でした。7番レフトで上田剛志選手ですね。ヤクルトのムードメーカーだった上田選手、強肩を生かした外野守備が魅力的、守備範囲もめちゃくちゃ広い選手。あの柳田悠岐選手もその身体能力の高さを高く評価していました。
8番キャッチャー土井清選手ですね。土井清選手、ダンス式リードと呼ばれる、柔軟なリード方法で投手陣を、引っ張っていた非攻派のキャッチャーです。また強肩も持ち味で一塁ランナーをね牽制で刺すことがしばしばあったそうです。はい、9番セカンドで亀澤恭平選手ですね。全力プレーを見せるファイタータイプの選手です。 50m5 秒8の俊足と堅実な守備力、これが亀澤選手の一番の武器ですね。スピード感あふれるプレーでファンを楽しませました。はい、エースはカミソリシュート平松正治投手ですね。伝説のカミソリシュートボーラー平松投手がエースですね。歴代最強ベストナインの横浜編にもエースで選出させていただきました。このシュートを武器に通算201勝をマークしている大投手です。はい、野村雄介投手、広島東洋カープですね。抜群の制球力と多彩な変化球を武器に活躍した甲子園準優勝投手、平成生まれの初の新人を獲得しました。はい、秋山昇投手、アンダーハンドの速球派投手、珍しいですね。この速球を武器に12年間でなんと193勝を挙げる活躍を見せました。はい、松岡ひろむ投手ですね。ヤクルトアトムズです。通算191勝を挙げ、1978年に沢村賞を獲得、ヤクルトの初優勝に大きく貢献しました。山根和夫投手ですね。広島が生んだ名捕手で、辰川光男捕手とコンビを主に組んでいた、そして好投を見せていた投手です。広島最後の日本シリーズ同投手となっています。はい、石井茂雄投手ですね。阪急以外にも太平洋クラブ、巨人と3球団を渡り歩いています。シゲボールと呼ばれるシンカーを武器に通算189勝を挙げました。はい、セットアッパーは山本由伸投手、全ての球種が高水準の球を投げ込む若きエース。テイクバックの小さいフォームに投げ込むため、バッターは振り遅れてしまい打ち取られてしまいます。先発中継ぎ両方で結果を残しています。はい、今週の選手投手ですね。中日ドラゴンズ、抑えは経験のあるピッチャーというところで星野投手、闘志あふれる強気の投球で人気を集めました。中日一筋、通算500試合登板、監督の名采を見せました。はい、以上岡山県出身編をお伝えいたしました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。